こんにちは、獣医師の藤村です。今回の動画はですね、ワンちゃんの水害分泌不全ですね、原因とか、症状とか食事とか、薬とかについて、いろんなことをですね、こう解説していきたいと思います。でですね、水害分泌不全とはどんな病気かってことになるんですけども、まず膵臓っていうのはですね、これ人間の、模式図というかね、図なんですけど、ワンちゃんもほとんど同じなんで、この胃がありますよね。胃があって、そこの下にこう膵、ワンちゃんだったら横になってるわけですけど、そこに膵臓があって、で、この膵臓っていうのはそのですね、膵臓っていうのはですね、もっと言うと、腸の方にね、十二小腸の方に、分泌液を流したりも、しております。なので、水害分泌不全というのは、膵臓から、分泌されるですね、消化酵素ですね、こうタンパク質とかね、いろんなそういう脂肪とか、そういうのをこううまいことこう消化するような消化酵素を出してるんですけど、それがね、小腸に分泌されないってことですね。それで、消化がうまくいかなくなって消化がうまくいかなくなってですね、それで、消化ができなかったらうまいことこう栄養を吸収できないので、栄養が吸収できなかったら栄養失調になっていくんで痩せていくということですね。で、膵臓っていうのは一応そのなんかよく聞くのは、膵臓ってなんかインスリン出して血糖値下げたりとかしてんじゃないのっていうことをね、想像する方が多いと思うんですけども、それは正しいですね。それは内分泌っていう、その膵臓にはね、内分泌と外分泌っていうのが、あるわけですね。で、内分泌っていうのになってくると、さっき言ったそういうインスリンですね、その血糖値をこう下げたりとかね、上げたりするようなグルカゴンとかもありますけど、そういったので血糖値をコントロールしているのが内分泌。それから外分泌っていうのは消化酵素を出してるんですね。で、水外分泌不全なんで、膵臓の外分泌が不全になってるんで、だからその血糖値じゃなくて、そういう消化酵素の方がうまいことこう出なかったり、後で説明しますけど、消化酵素がうまく出なかったり、あるいは消化酵素が小腸の方に行かなかったりすることで、こういう病気になってしまうと、膵外分泌不全になってしまうっていうことですね。で、膵臓っていうのはもうちょっと細かくいくと、その外分泌の方の役割としては、そのタンパク質とかでんぷんとか、脂肪とか、そういったのを分解する、酵素が分泌されてるんですね。それで、そういうその食べたものをですね、うまいこと消化することで、消化しないと食べ物がまんまだと、腸から吸収できないわけですね、でっかすぎて。だからこう分解する、そう消化酵素が出て、その消化しやすいようにしてるわけですね。それが膵外分泌の役割。でも、その膵外分泌不全になってしまうと、消化不良になってしまうんで、栄養がね、小腸から吸収できなくなってしまうんで、下痢したりね、消化不良を起こして下痢したりとか、やっぱりそのうまいこと分解されずに、そのまんまのものがこうどんどん、うんちの方に流れていったら、肛門の流れていったら、消化不良を起こしてしまって下痢するんですね。あとはやっぱり栄養が吸収できないんで、体重減少ね、起こってしまったりしますよってことですね。それから、その年齢、どれぐらいの年齢の子が起こるかっていうと、大体は2、3歳ぐらい、普通は5歳以下なんですけど、でも例えば膵臓がんとかね、ここに書いてないですけど、膵臓がんとか、あと慢性膵炎とか糖尿病とかだったら、もっと高齢の子でもね、起こるよってことですね。そういうのが原因で膵外分泌不全になってる場合はね、で起こりやすい犬種は一応言われてますけど、基本的にどの犬種でも起こるよってことですね。あとはそのコーギーとかチャウチャウとかね、コッカーとかキャバリア、シェパード、ウエスティは起こりやすいとは言われております。で、原因としてはですね、
水害分泌不全を起こす原因としては、まあ、やっぱり大きく見るとまずその膵臓に障害を与えるような病気、それから他にもその膵臓の消化酵素を分泌する細胞が小さくなっている、あとは3つ目としては消化酵素が十二指腸に流れる道を塞がれるなんですけど、まあ、例えば1つ目の膵臓に障害を与えるような病気としては、その膵臓そのものにダメージが加えられるから膵害分泌、膵臓のそういう消化酵素がね出せなくなってしまうっていうのは慢性膵炎ですね。慢性膵炎って、まあ、別の動画で解説してるんで、慢性膵炎っていうのはね、リンク貼っておきますんで、概要欄ですね、クリックして見てもらえると嬉しいんですけど、慢性膵炎、その場合だとやっぱりその膵臓の消化酵素を分泌する細胞がね壊されるんですね。炎症っていうのはやっぱり破壊しますからね、細胞とかね。あとは膵臓がんなんかでも同じように膵臓にダメージが加わってそういう膵害分泌不全を起こすよってことですね。それから膵臓の消化酵素、その分泌する細胞自体がねその小さくなって、原因がわからないんですけど、それでうまく分泌できないということもありますし、あとは消化酵素は作ってるんだけど、その十二指腸にね流れる道がね塞がれてる、通せん坊されてるしまってるっていう、まあ、大体腫瘍が原因なんですけど、腫瘍がその通り道にあるから塞がってしまっていかないということですね。それから症状としてはですね、まあ、全ての症状がその絶対起こるわけじゃないんですけども、脂肪弁ですね、さっきも言ったその膵害分泌不全になると、その膵臓からそういう、消化酵素がその十二指腸の方に届かないんで、そうすると脂肪がうまく分解できないが上にですね、脂肪ってね食べ物とかね肉とか見たら分かると思いますけど、結構白っぽいですよね、まあ、そういうことからこう白っぽいうんちが出るぞっていうことですね。これが結構特徴的で、なのでまあ例えば症状としてねうんちがちょっと白っぽいようなね脂肪便で、しかも結構ね軟便が多いしちょっと臭い、こういう症状が出る子は大体膵害分泌不全を起こした子のうちの5割だぞということですね。それで、まあ、他にもその一家に出るうんちの量が増えたりとか、まあ水時たまもっとね軟便以上にもっと水下痢をしたりとか、慢性的に嘔吐したりとかすることもありますよと。あとまあそういった結果、症状が出る結果ですね、やっぱり栄養失調になってくるんで血圧が悪くなったり、あと食欲はあるんですよね、別にその食べれるわけですよ、別に食べれるけど、まあ、元気なんで食べれるし元気あるんですけど、体重は痩せていくと減っていくと、まあ、要は消化酵素がうまく出ないんで、うまくその栄養をね吸収できないんで、腸からね、だから食べるけど体重は減っていくと、だからお腹も空いてるんでしょうね、いっぱい食べたりも します、食べるけど吸収できないっていうね、でお腹空いてるからっていうのもあるかもしれないんですけど、うんちを食べる子もいるぞと。それから結構お腹もゴロゴロなる子、これは結構9割ぐらいの子に出ます。お腹も張ります、結構多いですね、これ9割、これも9割ぐらいお腹も張ってきます。あと退院って言っていっぱいね水分を取ると、いっぱい水飲むよと、これもまあそういう症状も出ることもあります。あとは診断としてはですね、さっきも言ったようにその白色のねうんちが出ることが結構多いんで、こう色とか、まあ、匂いもねきつくなったりしますし、うんちの形も結構軟便がね多いんで、あとはその、便検査ですね、さっきも言ったその未消化の脂肪が出るんで、その顕微鏡で見たら結構泡っぽいような、なんかこう脂肪って結構ねその水かけると結構泡みたいになりますよね、なんかそういうのが見れるんですよね。そういうので便検査でこう見たいんで、まあちょっとうんちを取って生理食塩水というのでこうちょっと溶かして、で顕微鏡で見るとそういう、それでさ特殊な染色液に染めるとさらにねその脂肪滴もはっきりと見えますんで、あとは未消化のでんぷんがね出てきたりとか、そういう消化酵素はねいろんなのを溶かします、栄養にするためにね分解するので、でもそれが膵害分泌不全になるとうまくその、まあ、分解できないんで
まあ、未消化のでんぷんとかも出るぞと、そういうのを顕微鏡で見たらね、まあ、診断がある程度つきますし、あと逆にその消化管内寄生虫、いっぱい食べるけど痩せていく病気って他にも海虫とかね、そういう寄生虫がいるので、そういったのも一応チェックしておかないと、まあ、見落としになるぞということですね。あと全身状態ですね。元気で食欲あるけど痩せていくとかね。あとはその、まあ、血液検査ですね。これ結構大事で、その犬トリプシン用反応物質で TLI って言うんですけど、まあ、TLI を見て、その、これがですね、その水害分泌不全だと数値がね低くなるんですよね。これで診断結構つきます。これはあの膵臓に、ね、存在するそのタンパク分解酵素なんで、小さい値になるとやっぱりその診断がねつきやすい、分かりやすいですね。あと他にもそのビタミン B12 っていうあのコバラミンっていうのが水害分泌不全になると消化不良でそのビタミン B12 不足が起こるんですね。食べたものがうまく吸収できないんでビタミン B12 不足になる。これも血液検査で測れるんで、まあ、これで診断つけることもありますけど、どっちが中心かというとこっちになります。こっちの方が中心ですね、診断は。あとはその食事とか薬になってくると、まあ、食事っていうのはこれを食べなさいとかじゃなくて、その食事に大事なのは消化酵素っていうのはね、あるのがそういうお薬があるので、それは動物病院で処方されるので、まあ、それを毎回食事に混ぜてください。粉なんで混ぜてくださいってことですね。普通は粉で出されると思うんで、パラパラパラって混ぜて食べてもらうっていうことが多いですね。まあ、その動物病院さんによっては、まあ、いろんなお薬の形状で出るんでしょうけども、まあ粉とかね、シロップに混ぜるかもしれないですし、まあ、何とも言えないですけど、そういう感じですね。消化酵その水害分泌不全っていうのは、その、ですね、消化酵素が出なくなるとか、まあ、分泌されるけど、腫瘍かなんかが邪魔して、通せんぼしてるから、腸に流れないから、なってるんで、だから、膵臓からその腸の方に腫瘍があって、その流れ通せんぼされて流れなくても、食べたものの中に消化酵素が入ってたら腸に届くわけなんで、これも有益ですよね。別にそのどんな原因であろうと、膵臓分泌不全であれば消化酵素っていうお薬を混ぜて食べさすのはかなり有益なんで、それで結構基本的にこれ治る病気じゃないので、まあ、一生飲むことが多いですね。一生飲むことが多い。でもそのお薬さえ飲んでたら、大体その、まあ、膵臓がんとかは別ですけども、大体はその平均的な寿命を遅れることが多いですね、治療すれば。まあ、お薬でね、だから食事にお薬を混ぜるってことですね。だからどっちも、食事もお薬もどっちも兼ねて今喋ってますけど、ただその約2割の確率でその反応しない子がいるんですね。消化酵素がうまく反応しない子がいるんで、その場合結構ね、胃酸の分泌を抑える薬を併用するとね、有益なんですよね。っていうのはその胃酸の分泌を抑えてないと消化酵素が働かないんですよ。だからその消化酵素が働かないぞってなったら、胃液の分泌が多いんじゃないかって考えて、そういう胃液の分泌を抑えるお薬を併用することがありますよってことですね。あと他にもその、ビタミン B12 ですね、さっき言ったビタミン B12 不足になってるってことが確認できた場合は、ビタミン B12 も使うことがありますね、お薬として。あとは消化酵素使っても下痢がね続くときは、そういう胃液の分泌をね抑えるようなお薬を使うこともありますし、あと抗生剤を使うこともありますってことですね。まあ、以上でですね、解説を終わりたいと思います。で、できたらね、チャンネル登録と高評価ボタンとよろしくお願いします。やる気が出ますんでね、やる気が出ればどんどんね動画も上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは失礼します。